対戦動画の解説をちょっとよしプロにお願いして、はい、今回ちょっと試してやってみようかなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ最初にまずこのブレイク後の配置なんですけども、はい、この配置でちょっとまあ気をつけておきたいとことか、とりあえず前半でいくと、この玉越しの1から2、うんうん、で中盤っていうか、もうこれでも最後と思うんだけど4から5、うんうん、これが出ればもう4から5は結構難しいかな、うん、確かにこの10さえおらんかったらね、うんうん、すごい簡単なんやけど、ああそうですね、そう限られるってことですね。そうね、だから多分4から5に出すときに長ぶりなのか短ぶりなのかでだいぶ違うと思うので、短ぶりの方が簡単かな。あ、短ぶりの方が簡単ですか。うん、長からこの6から60の間っていうのがやっぱりちょっと、うん、俺は嫌かな。じゃあ結構厚めに出さないとダメってことですかね。うん、3から4をだから短ぶりにして、うん、で短の1入れて5と6の間通して、あいければまあそんなに難易度はそんなに難しくなくなるかな。まあ6に当たっても別に悪いことはあんまないですよね。6に当たって、うん、まあ当てない方がいいけど、まあ6の左側にさえ当たれば、うん、逆にちょっと簡単になるからありがたいかな。じゃあまずはこの1から2をどうするかっていうことですよね。ね、うん、ただやっぱつきにくいから、うん、ね、ひねるのもあんまり嫌やし、うん、1セット目やしみたいな、うんうん、確かにな、うん、まあ、2番をどうやって入れるかっていうのも、まあこう幸いなことに2、3、4ってそんなに難しくないよね。2にまっすぐさえ出れば、うんうんうん、でも遠くてもいいから2にまっすぐしに行きたい、はいはいはい、うん、厚めにね、そうですね、な感じかな。それ出れば3右コーナー4右コーナーでいけるかな。まあ、縦球はしょうがないですね。ちょっと早速見てみましょう、はい、これでこれ金ちゃん多分ねひねったのよね。これ順入っちゃいましたかね。いや 逆ついとうけどひねれてない。もうちょっとなん、うん、軽めにしてやんないとこれちょっと皿っぽいから、ラシャが滑っちゃうのよね。でこんな弱いのよ。だからパンパンってついてやんないと。あ、そうなんだ。そうでこうなっちゃったっていう。こうなっちゃった。噛みすぎた。熱すぎて噛みすぎたって感じね。滑って。あ、そっか、噛んじゃったんですね。うん、もうひどいですね。でまあ、これはもうしょうがないね。もう最初のプラマ。なんならもうセーフティー行ってもいいぐらいの球やったもんね。うん、でこれが2から3が出ればいいんだけど、うん、どうかな。これね、これでもこれ土手のまっすぐしかも5の長振りだと思うんだよねこれ。これ最悪ね、出ないもんね。これでも結構サクッと構えますね。なんかいけるんかな。いや、あ、もう最初からセーフティー。あー、なるほど。もしくはバンク。うんうん、もうしょうがないね、もうああなったらね。5に当たったってことはもう長振りだったってことですね。そうですね。ここでまあどうするのかな。セーフティーですよね。手玉は5に隠しに行くか。いや、バンクですね。あ、攻める初っ端だからね、うんうんうん、1セット目だからちょっと行っとこうみたいな。行っちゃおうかみたいな、うんうんうん、まあ、悪くないよね。うん、1セット目もう決めてましたもんね。入れれば乗れるみたいな、うんうんうん、あ、やっぱその序盤はもうちょっとそういう感じもありちょっと自分の動かしたい、右手をちょっと思った通りに動かしたいから、
まあ、ああいうのもないことはないかな。これはあれね、これはどうしたかったのかな、うん、ちょっと自分いや多分、ね、ワンクッション、えどうなの、これ2で出したかったのかね、ワン、ツーだったのかな。多分ですね、もうちょっと弾ける予定だったんですよ、はい、でこうもうちょっと単 のワンワン、ワンポイント、ワンポイントぐらいで5に出したかったよ ね、 うね、うん、多分そうだったと思う。反対の穴ね、はい、で5をこれ、ああ持っていっちゃったみたいなね。結構今の5番とかはそんな嫌いじゃないんですけどね、うん、これだったら俺だったら順じゃなくて逆つくもんね、これ。ああそうか、逆か、逆のバタバタだね、うん、はんはん、大丈夫です。これね、さらちゃんこれ引いたんだけど、はいはいはい、つきづらいのよ、うんうんうん、だったらこれマイクッションでワン、ツー、スリーで出した方がひねりいっぱいで、うん、そうですね、いいと思うのよね、つきにくいから。下つけるってことは普通に薄めにワンクッションでも良かったんですかね。出過ぎ、いや多分、いや それでいったんだけど引けずに薄く入って出ちゃったんだよね多分。ああ、直引きじゃなかったんですかね。いや多分これはね、あそっちからだから、ね、うん、ワンクッション入れに行ったけど、うんうん、ちょっと薄くなったと思う、つきづらから、はい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 、このロック回ってきて、なあどうした、あそうかそうか、うん、これでちょっと振りをつけて、つけて7をちょっと薄くして、9番のサイドね、はい、これね、ちょっとこの距離正直嫌ですけどね、なんか中途半端な、うん、しっかりしっかり殺しに行ったら、殺しに行くっていうかしっかり突っ込んでやんないと難しいよね、うん、スクラッチよぎりますしね、うん、カーンカーンって使わない、あこれまだワン、ツーで出すんだったらもうこれはこれで、あの俺だったら多分ワンなんだよね、これだったら、あクッション入れに行かないってことですね、うん、その方がしっかりいけるから、うん、でこれは押すかな、引く、これちょっと引きそうですね、あ危ないねこれね、押した方が簡単なのにね、ワン、ツーでね、超短で、そうですね、うん、これ9番がちょっと厚かったんで、ひねってこう押すのがちょっと嫌だったんですよね、うん、はい、でこれが2マス目ですね、はい、はい、ノーインはノーインでこんな感じですね。1、2、3、4、1から1から1入れて2にサイド厚めに出せればもう終わりってやつ。1入れて2入れて3、まあ3多分手玉ストップで3から4、うんうんうん、で4、5、5から6切り返し、まあ、切り返しもしくは引っ張ってバタバタ、うんうん、で6入れて7、8、9、10、9ない、9があるのか、あ9がある、9難しいのこれ、8、9か、うんうんうん、1から2と8から9が通っとんのかな、これは、はい、これちょっと9立てて、うんうん、止めにサイドに行きたいかな、立ててる感じではなさそうですね、押してるね、うん、押してるってことはどこ行くんだよ、あ、まね、止めに行ってと、うん、ちょっとあれだったの分かんなかったな、でこれはクッション、クッションからちょっと厚めに当ててこうって思ってたんですけど、これだったら長からワン、ツーで1の1に、まあちょっと厚めに薄めか、うんうん、手前目に、手前目左側に1の左側に当てたら1がこの9と3の方に行くから、うんうん、だけどこれ金ちゃん
送りバントワンクッションで、サダちゃんが一応ちょっと引いて2にまっすぐ出せたら最高かな。ちょっと遠くなりますよね、引くと。そうね、でもどこだろう、押してるな、これ押したな。あ、サイドに取りに行ったんですかね。ちょっとひねりすぎたね。うん、引っ掛けちゃった。これだといけねえんだな、セーフティーかな。この配置もちょっと難しいですよね。セーフティーで手玉をどうするんだ。俺だったらターン7の横ぐらいに手玉落として、はいはい、ワン、ツーで8の裏側に手玉持ってくる感じかな。ワン、ツーで違う違う違う、ターンよ、ターン7の左側。ああ、7の左側にですね、うん、ああ、そうかそうか。で、2番はこう、うん、2番はだいたいその、まあ、被るぐらいのとこにバンク行ったね。セーフティー、アンダーセーフティーのところ、これ結構成功だよね。これかっこいい。うわ、すごいですね。バンク行ったね。これは間違いなく当たらないな。こういう時はクッション難しいんであれば、もうバジャンプだよね。うん、試合ならね。まあ、こっちから行くとしたらもう3の横の辺からワンクッションで2にやっていって、あわよくば入ればみたいなパターンやけど、まあこっちのがジャンプの方がファウルしにくくていいよね。うん、でまあジャンプで、ジャンプで、まあ理想はまあ手玉ビタッと止まって2がこっちに来れば最高だけどね。はいはい、そんな感じで多分イメージだと思いますね。はい、最高。はい、これはこれ覚えてますわ。これ植えついたんですよね、うん、最悪お白目かかるかなと思って、うん、それはいい、ね、あれ6抜ければ最高だもん、ね、6にグワーンって当たったらもう、うん、確かに。これ9死んじゃったんかな。死んでない、見えてんの、うん、もう一回セーフティーか、タンタンか、薄く当ててね。どうなんでしょうね。うん、当たんねえな俺の。いや、まあまあまあ。え、これは見えてんの、いけるな。これはいけるんで、多分順だな、これ順で、ワン、ツーで順目の気合の入れ位置ですね、僕は。これは多分、うん、これは軽くつく、重くつく、どっち。これは軽くつきたいなと思いますね。いいね、うん、ちょっと右上ペローのやつね、これ。はい、うん、果たしてそうつけてるかどうかはちょっとあれなんですけどね。激重、これ激重できたこれ。気持ちは軽くつこうって思ってるはずなんですけどね。思ってるはずなのかな。はずだったら勝手に薄く飛ぶはずなんだけど。気づいたらや、うん、あれですね、うん、まあまあしょうがないよね、そうなるよね。対戦相手いるとそうなるよね。シュパッてこうつければよかったんですけどね。シュドンって言ったもんね、はい、もう手玉回すことしか考えてないもんね。先玉入れることじゃなくて。確かに手玉回すことだもんね。手玉回す加減だけ考えてた可能性もありますね、うん、これはコンビかな。もうこれぐらいだったら行く感じですかね、うん、あ結構難しいよね、ああいうのね。うん、難しいですね。でもセーフティーもまあ微妙だもんね。でもまあ残り渋いからね、これ。これはもう難しいんで、多分隠しに行くと思うんですけどね、さすがに。どれだけ隠すのこれ。
これも多分もう厚めにいって3球ぐらいのところにこうビッて当たって手玉はもうとにかく離す、うん、おやカットいってないよおや、うん、うわこれはカット案件でしたね。これはカット案件だったな。まあ、まあでも悪くないよね。もう攻める気持ちは大事だよね、序盤だから。まあ、そうですね、うん、まだ 1-0 なんでね、 前向きですね。で手玉フリーで、もうこれはロングでいいからね、3-4-5、うん、振りはどっちでも、いやこれはダメだよ、こっちこっち振りは結構ちょっとまた10が気になっちゃうからね。これさとちゃん、まあまあまあ問題はないけどね、結構左上ついてますもんね。かわしに行ったんですかね。あ、押してグイって行こうとしてるのか。まあ、ちょっと雑？2から3雑だったかなみたいな。やっぱ振りだけ合ってればどうにでもなったってことですよね。そうね。いや、耳が痛いですね。耳が痛い。まあ、でもまあ、まっすぐしに行ってあなたになったら仕方ないよね。まあまあそうですね。で3番でこれはワンツーか、ワンツーで40コンビ、これ多分7の右側に当てようとしてるんですよね。7の右に当たるのこれ。あ、違いました、全然。そうや、絶対当たらないよね、40コンビだよこれ。あ、40コンビだ、そうだそうだ、うん、よかったです。うん、はい、7の同じ考えでした同じ考えでした。ちょっとびっくりしたのがね。ああ、よかったよかった。同じ考えでした。40コンビ。おお、いいね。ナイスショット。やりました。はい。で、これで今。これで2-0ですかね。か、全国レベルの。相手に2-0 で戦えてますね。本当マラソンでいうところのスタートダッシュでそれ一番スタミナないやつが一番目の前に映ってカメラでおっと先頭切っておりますと一人だけ全力疾走、りんちゃん先頭です駆け抜けております、最後まで持つんでしょうかあと42キロありますけど大丈夫ですね回走してます。195メートルは現在1位ですけども、うん、さあブレイク、金ちゃんブレイクいいですね。ああ、もういいちゃんとあの、ね、超えてるからね、超えてればスクラッチないですけどね、うん、ぐちゃぐちゃですねこれセーフティー案件ですね。これはもう隠し放題ですね。これは僕だとシェックだ、ワンクッション超に入れて一番サイドに入れいく感じにするかな。おお、一番サイドに入れにいく感じ、ワンクッションでね、サイド一番サイド、カラクッション。ああ、なるほどなるほど。ああ、こんな感じ。はいはいはい、これもう最高だ、もう寄ってきますよね。ああちょっと薄かった、うん、奥めすぎたってことですね。奥すぎたね、うんうん、これ結果的には相当いいパスが、これでも逆振ってるんでしょ。そうだ、逆振ってるんだ、うん、でこれもうこの場合は位置入れ位置してちょっと引いといて2を入れに行く、止まったところで2を入れ行くか、5、7、8のところに手玉を埋め行くセーフティーかっていうところなんだよね、大体セオリー的にはね。そういうことですか。そう、そしたらこれはしきんちゃんはもうダダゼルシにズゴーン、もうゴロゴロゴロンみたいな。しかも今多分この8、6か、6の左側かわしに行ったのに右側に当たってますからね、ちょっと強いからね。で2をこれもう2を縦に返しながら手玉を8の方かな。これどうかな。
そういう風にするかな。2をそっちに行くか。これは暑かったっすね。ちゅうかこれはやっぱちょっと順入れたい感じよね。そうか。じゃないと薄めでもうちょっとこういっちゃうと、だから今の厚みでいいけど順が欲しい。そしたら手玉も走るっていうね。なるほど。だから暑いからこの2もこっちまで帰ってくるっていう、ね。これさだちゃんが2番エリークよね、これね。で3は、ちょっと持ってかれちゃったかな。今のはどうだった？入れたけど暑かったですかね。暑かったかな。まあセーフティーはないよね今の。これはもうちょっと渾身の、そうですね、入れ位置だけど手玉がこのタンの方に落ちてくるように木当たるでしょこれ。どうせ木に当たって最高みたいになるかなって思ってると思うんですけどね。え、結構薄かったね。薄かったっすね。そしてめっちゃいい。ここからじゃもう見えん、分からなかったね。でもこれもうほぼ、え、これ60コンビなのか6単独、うん、微妙だな。54学校にあるから6は単独でいけそうだけどね。5が、5を単振りにできるから、うん、強っ、わあ、ヒデさんもそら止まりますわ、うん、嘘でしょ。いやでもね多分ね俺いいと思うよこれ。あの入れ位置、はいはいはい、これはあの俺はあの嫌いじゃない、うん、あのスピードじゃないと入らないと思ってそうやってついてるから、うんうん、入ってるから結局俺は悪くないと思う ね。ただまあ加減、はい、考えてつきましょうっていうそれだけで外してないから。そう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 、いやいいショット、結果的にはいいショットだったからね、うん、ナイスね。これもう最高だよこれ。いいところでやりましたね。最高、一番いいところと思った。相当嫌な加減だったんですけどね、うん、まあ、こうしたらちょうどこっち触れるかなと思って、うん、でこれはワンツーで6と9の間っていう感じね。ワンツー、おー、うまいか。いやちょうどいいんじゃないこれ。ちょうどいいか。いいよ、うまい、最高だわ。でこれは、これもうコンビですね。え、あ、78がね、78で6をちゃんとつけるかどうかだよ。軽めか重めかちゃんと考えて打ったあげく、これは重めですね。もう重すぎる、早くこれ思い出しました。うまくいきすぎて緊張したやつです。なるほどで馬地に、馬地にね、あ、これちょっとやばいと思って緊張してました完全に、はい、激起きしてたもんな。これはちょっと嫌ですかね。ちょっと熱いかな。まあでもまあ入れるのはいいけどネキスとかちょっと取れる、まあ、これぐらい熱いと大丈夫か。ここん、うん、うまい、最高、うんうんうん、でこれはワンクッションで殺すパターンのやつよねあれ。はいはい、はい、下でしょあれ。ああ、あら、何一つ当たらない俺でもコーナーにやっぱ行くっていうのはまあまあこれサイドにはちょっと行きにくいかな今のだと。うんうんうん、うんうん、これまあ序盤のあれ的にはまあ球出していこう的な、ちょっとこっからやったろだんかみたいな、うんうん、なるほど、見とけよ金みたいな、さだちゃんのね、そういうことですね。あの今の取り口からいくと、はいはいはい、8、9が見事にこう投手をこう見せつけられた感じですね。7、9か言ってやれみたいな、 やったろ、まあ、今そんな甘いことしやがってみたいな、はい、
ふにゃけた6番でしたね。そう、ふにゃけたら入ってたのにね。ふにゃけずにガンっていっちゃったからね。シュートアウト案件、こうシュートアウトがやっぱ難しいんですよね。これはね、本当難しい。これはだからもう本当にどうしたっけな、これ入れてみろか。これだったらもうなんかもうワンクッションで一番サイドに入れいくぐらいの感じでこう分けるかな。ね、当てに行ってですか、うん、これはちょっとすごいよね。これは本当 いくらなんでも入れてみろよ佐藤みたいな、みたいな。これもう俺震えますか、これ。試合でこれもらったら逆にもう入れらんない。震えても嘘でしょみたいな。じゃあある意味有効なんじゃないですか、うん、逆にね、はい。あー、これもうサダちゃん、そういう完全にやられてるわ。作戦勝ち。作戦勝ちですか。いやでもこれ周りが結局見えてない。見えてないね。から、うん、これでもワンクッションいけるのね。いけるのかな、なんか。しっかりひねり込んで1-10とかって良さそうやけどね。どこだったかな。あー、うまい。あ、まあもちろん5の裏なんて考えてないですけどね、うん、まあでももうできる限り当てときゃね。そうですね、ファールするよりいいかなみたいな。どうすんなこれ、引いて向こうの左のコーナーかな。うん、うまい、うまい、最高ですね。これはこの1球でもかなりも、うん、これはね、うん、ここは俺ちょっと3を見に行きたいところなんよね。ちょっと流れがこう気かけてるからちょっとゆっくり行きたいんよね。うん、なるほど、やっぱそういうのもあるんですね、うん、これで結局さあ4番コーナー取りかな。うん、振ってますかこれ。これ逆振ってる。じゃあ当てに行く感じですかね。ポチョンポチョンで5番バタバタか。ああ結構暑いですね。あ、結構熱いね。今の4番なんかも全部コーナーに取りたいんだよね。ああ、なるほど。4、5の関係考えたらね。だから3を厚く取りに行きたいか、そこでだから2見に行きたいのよね。うまいね。めちゃめちゃうまいですね。最高です。でもこれちょっと8番嫌なんじゃないですかね。うん、そうね。でも9がここだから。うん、まあサイドスクラッチはなさそうやし、まあ問題はなさそうだけど、うん、最高です。最高の振りですね。で腸からちょっと浮かしたいのね。腸からね、ちょっとだけ浮かしたい。はい、できればあと球1個左やったらもう最高だ。もうこれでも最高でしょ。真ん中ボジャーンみたいな考えうる最高です。これでは最高な。おっとっと、おっと、なんといい球が。これは止めるんですか。止まるんですか。これは多分ワンツーか、ひねり込んで止めるかワンツーか。ああ、どれぐらいの圧力になるんだ。ダブルレールだ。
全然止まりましたね。うん、うん、でこれはどっち単に振ってんのかな。単に振っててコーナー行ったんじゃなかったかな、うん、ちょっと加減がやらしかったんで入るの優先でどうだったかな、うん、最高ですか。緊張してましたね今の、なおかつこの10番も近い上にちょっと振ってるから、うん、少し嫌だったんですよね。キュッてこれキュッて突き上がる入るんですよね。そこをちょっと気をつけて